今日のビデオでは、携帯電話でアプリケーションをアンインストールする方法を説明します。これを行うには、数秒間削除したいアプリケーションをクリックするだけです。私たちのアプリケーションの左上に十字が表示され、移動が始まります。アンインストールするアプリケーションの十字をクリックし、その削除を確認する必要があります。数秒後に消滅します。通常の状態に戻すには、携帯電話の画面の下のボタンを押してください。あなたがそれを気に入ったら、あなたの友人と共有し、チャンネルに登録してください。